はい、授業を始めます。起きなさい、起きなさい、起きますよ。これは何ですか？これは何ですか？はい、テレビがあります。テレビは何で来てますか？アンテナの無線ですか？有線です。有線ですか？ここをたどるとここにありますよね。はい、はい、じゃあなんで衛星放送というのは必要なんでしょうか？はい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 、大変なことがある。これはどうやって、はい、じゃあ電波で飛ぶならば、飛んでるならばさ、ここにアンテナをポンとセッティングしたものはまだですね、新しい電気で出るタイプは、新しいの買えば、そんなアンテナなんて買わなくても多分入るはずなんですよ。はい、まずそのような一つ。はい、じゃあインターネットです。インターネット、これは有線ですよね。これは電話線なんですよ。電話線のここに電話線と、こうやりましょう。はい、これはさ、昔からある電電公社が一生懸命電柱を立て、電気を電をつなぎ、こうやってどんどん有線だよ。有線がつながって、絶対線があるか、見えていること。見えるもので繋がっているという概念の二つがあります。この二つは無線ないもの。無線自体、わーって警察ってバカみたいなやつ。まだやってるんです。普通、東京の方だとあんなの使ってないよね。かなりおかしいよね。でさ、今無線もないんだからさ、Wi-Fi って BP、なんだか分かってないよ。なんで 5G 用事って言ってて。BPN ってね、チャイナのスパイ方法なの。それで今ね、お金を取ってるの。よく見てみよう。はいはいはい。大変、大変。これって、これだ。姉ちゃん寝かした。ほら、これ。これは昔のやつなので、このタイプの方がいいよ。なんでかっていうと、今内蔵タイプはあるんだけど、内蔵されると CD とか DVD とかは、小さくなってこうコンパクトにして入れるしかなくて、壊れちゃいやすい。壊れちゃいそう。で、交換しなければいけなくて、厚生病院さん、なぜかそういうのばかり買ってるから、かなり交換してるでしょ。DVD だし。それ全く気づいてないか。なぜか私の使った機種ばかりを追いかける日本の方ばかり。ばかり。はい、Windows 7。ああ、いいね。これいいね。これね、フロッピーディスク巻いてんだよ。入ってて。姉さんさ、うちのカールさん、ちゃんと取ってたんだ。あれあれ、何か入ってる。姉ちゃんが、まあ、すごいね、これ。これはですね、いい？よく見てみよう。Wi-Fi なわけ。わかる？あれ。ということは、はい、こういうこと。まあ、というのは、こういうことでいい？こういうことで。で、ここのアドレスを広げることは、ちゃんと、なんていうのかな、いろんなものを見定めて、すぐ飛びつかないっていう。あ、ファッションとかいいよ、安いもの。化粧品とかいいんですよ。でも、インフラクターとかさ、あるでしょ？インフラ。インフラってなるもの。
ベースとなるっていうかね、ごめん、ご飯とか出てへん。建物とか、ずっと建てなくちゃいけないとか、例えばずっと使わなくちゃいけないっていうものは、かなりよく考えなきゃいけないんだけれども、時代の状況を見たり、国の資格を備えなければいけないから、それが、まあ、スチュワーデスのやり方、母国語と英語でやり取りしてるわけよ。だから、スチュワーデスさんや、なんていうのかな、スチュワーデスさんに聞くといいかな。あとはね、パイロットとか、いろんなとこゴーゴーゴーって言ってる人はいいと思う。でも、今は、英語ができれば、まあ、いろんなとこ行きますよ、インターネット。ぜひね、だから、子供には、英語を授けてあげた方がいいかと思うんですけども、でも、いいですか、英語をですね、スペルさえ覚えればいいですか、普通はね、こう書いてある、多彩、因縁なんですよ。多彩因縁。多彩因縁。これもメロディーラインですから、ババババ、多彩因縁って言ってしまうと、めちゃい、ダメ、違うって言います。シージンビー、めちゃい、ダメ。シー、あ、しめ、シー、アップ、見ろ、だ、おはようです。シーズン B。ね。シーズン B。シーズン B。シーズン B。のように、こう、歌わなくてはいけません。わかりますか？バババは、レイオの、レイオ、サイランドの発売の、健康のバババはって、お前はお前なんか、いい。あ、ごめんね、ごめんね。アクセントが、バーって聞こえるそうです。歌ってないの。サバディーガー。クラッドは、で、プーブーブーで、全然意味が違います。それは難しいです。はい。アクセントで、はい。BPN。ん、ナツミン、ビー、ワイ、ん、だ。う。ワイ、ハイファイブ、ジン、だ。ブラん、プロトコール、アシティ、ブロンの、ブロンの、はい、ワン、エンド、バイ、バイ。